久保さん、まあ、確かに江戸時代ちょんまげしてないですね今ねああ刀持ってないですねまああの常識変わりますよ <laughs> 常識変わるしうーん,なんだろうなうーん今日ね実はあの福岡で撮影してきたんですよでねちょっと驚きなんですけど うんなんかあの50歳で五十歳でお小遣い5万円タイトルにしましょうこれにしましょうか、まあ、もらっても5万円ぐらいじゃないですかみたいなねまああのまあ現役サラリーマンね現役サラリーマン51歳のね鷲津さんと対談してきたんですけど50歳でお小遣い5万円ですかみたいなそんなもんですよみたいなうわー言うゃんですけど <laughs> うんまあ、すみません、僕はもう自分でビジネスして自分で金稼げるんで、あの、まあその、なんだ、まあ、正直5万円だけじゃ飯食えないですからね、うん、まあここ家賃安いですけど、家賃4万2千なんで、5万円、まあお小遣いとね、その家に入れるっていうちょっと別枠かもしれないですけど、なんだろうな、久保さんも5万円のお小遣いで,でき今生活できます多分できないですよね。 これがなんか一般みたいですよね。50年生きてきて、僕がね、まあ、ちょっとその対談動画でね、もうちょっと,もうちょっと深く言えばよかったんですけど、まあ、リアクションでバーってやれちゃって、要はなんか僕が感じたのが、50年生きてきてやっぱ5万円のお小遣いかっていう、このなんか寂しさというか、虚しさというか、50年生きてきてで、会社で何年、何十年も働いてきて、 自分の手元に残る、使える、自由に使えるお金が、5万円しかないのかと。うん。まあ、その、鷲津さんが言ってたのは、まあ、年功序列もないし、まあ、給料も変わらないと。まあ、昔は、そのね、だから、イメージとしては、年を取ったら給料が高いっていう、ちょっとそ,そういうフレームもまだあったんで、まあ、確かになっていう。うん、年功序列がないから、今の給料が50円になっても同じ給料みたいな。<laughs> まあ、その、ね、昇進しなければですよ。うん。だね、あなたが働いてる会社が年功上列まだあって、50になってね、給料が100万とかもらえる。なんか、まあ、ボーナスも入る。ね。ボーナスも何百万とか入る。だから、バブル時期はボーナスなんか300万、400万入ったとかなんか言ってたような気がするんですけどね。でも、そういう時代じゃないじゃないですか。<laughs> なんで、やっぱそれはもう時代変わってるんで、自分でお金稼ぐっていうね。あの、 まあこれはもうなんか新しい道というか常識になるんじゃないですかねだってそれがもう崩壊してるのでまあいいんですよ50になってもお小遣いが自分で使えるお金が5万円しかなくても全然幸せだっていうことだったらいいんですけどやっぱね選択がないじゃないですかうん久保さんも何もなんかもうね久保さん多分今100万ぐらい使ってるって言ってましたけど、ね、久保さんもうね49でもう50になるわけなんですけど あと1年で50ですよね。いや、50歳でじゅ自由に使える金が5万しかなかったら、結構僕ね、なんか自分へのご褒美もクソもないじゃないですかな。なんかね、その寂しさというか、なんだろうな。まあそれが現実なんで仕方ないんだけども、でも仕方ないで終わらせていいんですかっていう。久保さんもマージャン店のおっさんからね、今、なんか普通に100万くらい使ってますよみたいな話で。でもそれも、 まあいいとこだけ切り取ったらなんかあれかもしれないですけどまあただやっただけですからね本当にシンプルにうんあ勉強してやってうん今は本当にその環境もあるしデバイスもあるんだからうんやればできると思うんですけどねいやちょっとね衝撃的でしたね50歳でお小遣い5万自由の使えるお金が5万っていうのは まあよくサラリーマンの平均お小遣いが3万とかいう、まあデータはあるんだけども、いや、50で5万はきついぞ。<laughs> まあこれね、まああの、5万ももらってない人からするとね、まあ、偉そうに言うなっていうね、もう完全バットのね、ああもう嵐の嵐でね、まあ堀江さんな感じですよね。手取り14万お前が終わってるみたいなね。<laughs> いや、終わってるというか、なんかね、それでいいのっていう。本当にそれでいいのっていう。 50年生きて5万しか十字に使えない。それでいいのかっていう。いや、それでいいんだったらいいんだけども、うん、ちゃんと勉強してちゃんとやれば、そこは自分で稼げるわけですから、でそこをなんかやら,やらずしてね、僕がやらずして指さすのはどうなのかなと思いますね、うん。で、そのやるっていうレベルも、なんだろうな。 俺、ちょっとやったよみたいなそか。僕と久保さんから見るとね、すみません、申し訳ないけども、やってるうちに入んないんで、多分 <laughs> ね久保さんで、ね、やりましたっていう。<laughs> いやま、まあいいや。ね、この辺にしときましょうか。ああね、ことを改めて、<laughs> まあ改め、改めますけど、うん、なんか、深く、深く考えてほしいですよね、そこは。與座さんが言ってましたよね、深く後悔し、深くはん、なんちゃらなんちゃらみたいな。 うんなんかそこはなんだろうな冷静にその現実を受け入れて深くもう考察して深くそのうんやってほしいですよねまあやらなくてもいいんですけどその人の人生なんで僕は知らんんですけどうんだって目の前にあるわけじゃないですかいっぱい情報っつうのは環境もあるし。 まあその情報何の情報が分かんないんだったらあのなんだ先生探せばいいだろうしうんはい、いってらっしゃい。